行くぞじゃあ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はメルヘンな雰囲気の漂うのほほん村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでのほほん村に出発。はい、のほほん村に到着。お、ハイビスカスが咲いとる。夢の世界へようこそ。あなたは今のほほんという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都ののほほんの世界をご堪能遊ばせ。ん、服は2セットあるね。どっち？バレエシューズ、アイドルな服、花の妖精のウィッグ。なるほど、あっちかな。よし、こっちで行きましょう。じゃあ、お、見て、ダブルレインボー。いいね、いいね。私も今、自分のメイン村の方の夢は、ダブルレインボーかかっとるはず。あれ、これ多分まだ更新してないよね。なんかね、ダブルレインボーが消えるのが嫌で、更新してないはずなんよね。じゃーん、こんな感じで。あ、そっか、私この髪型のウィッグつけたの、この髪色で初めてかもしれない。ピンクとかなら今までもよくあったんやけど、なんかちょっと不思議な感じがする。いいね、いいね。あ、なんかこういうのすごいいいんやけどね。なんか可愛くない？ちょっと神秘的な感じするよね。あ、トピアリーの周りに花植えるのとかってめっちゃいいな。あ、ここそういうことか。なんかこういう、あ、じゅんくんどうも。こういうところをくぐっていって、ここ庭先ってことやね。トピアリーとか、まあいろいろ噴水とかあって、そこを抜けるとこうお金持ちの家って感じのところがあるわけだ。どうもマロスケさん、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていきます。お邪魔します。マロスケさんは村長さんやね。お、犬をいっぱい飼ってる。そう、こういう犬の置物が外にも置けるようになったら、多分庭とかにもいっぱいおりそうな感じするよね。するよね。あー、いいな、いいな。なんか外はすごいお金持ちって感じやったけど、中はなんかそこまで気取ってない感じっていうのもいいよね。一般的な家庭な感じがする。あ、しかしお風呂場がめちゃくちゃ広いぞ。え、めっちゃ広いんだけど、ちょっとびっくりした。え、すごい。ねえ、銭湯やん。やばいね。めっちゃ伸び伸びと入れるよ。はい、そして奥の部屋へ。お、奥の部屋は書斎かな。ここでお仕事をするわけですね。で、趣味は絵を描くことと。ふんふんふん。なんかこういうのさ、よくお金持ちの家にATM 置いとるけど、どういう感じなん？どういうことなん？家から何でもできてしまうということ？すごいな。はい、そして、お、右側の部屋へ。お、座ってしまった。どうせ座るんならオムライスがいい。はい、右側の部屋へ。お、右側は、あれかな？村長さんの部屋かな？すごい女子力にあふれた部屋だ。ててれー。いいね。あー、なんか高級そうなものがいっぱい飾られてあるじゃないか。あ、すごい、なんかテレビ番組までそんな感じやんね。多分あの中の一つがこの辺のコレクションに加わったりとかするんよ、きっと。はい、そして2階の部屋へ。はい、2階。あ、じゅんくんや、じゅんくん。さっきじゅんくん外歩きよったよ。
ジュンくんが好きということかな。この村はね、なんか別に統一されてるわけではないんやけど、リスの住人がすごい多いみたいやね。シルエットもめっちゃ可愛いしね、リス住人。よきよき、ザ女の子って感じの部屋。はい、そして地下へ。お、地下は落ち着く空間やね。緑や緑、植物がいっぱい。植物に囲まれながらここでのんびりゆったりと本を読むわけですよ。良きだね。ちょっと間接照明とかでね、雰囲気も良くして。はい、そして、お、2軒目のお家は、なんかね、ここ住人さんの名前もすごいみんなね、よく似た名前なんよね。さっきのマロスケさんやったやろ。で、2軒目はマルスケさん、よろしく。コックさんや、コックさん、お邪魔します。はい、ここはカフェですね。かわいい。そしてマスターがコーヒーを入れてくれると。このケーキめっちゃ可愛いよね。てかこういうケーキってさ、いつも思うけど、インスタ映えとかはするんやろうけど、なんかちょっと食べづらいよね。なんか崩しにくくないって言いつつパンダの顔にねフォーク入れるんやろうけど、スッとお、2階はちょっと爽やかな感じで、アイス屋さんや。アイスよきよき。31に行きたいです。31に。あれ、最初さ、これ食べたいって決めていくんやけど、結構。でも、並んどる間にさ、こうやってケース見よったら、食べたいもの変わってくるんよね。こんなものが出とるとか、なんかいろいろ。あ、マルスケさん、女の子なんや。男の子かと思っとった。ちょっとごめんね。男の子だと思ったよ、なんとなく。はい、そして、お、どうも。3人目はマレスケさん、イクサじゃー。この場所にはなんかすごく似つかわしくないような感じだけどお、この辺には果物の木、いろんな果物の木がずらっと並んどる。いいね、いいね、良きだね。ほら、全部違う種類、果物すごい。はい、それじゃあこの戦国武将のいる和風なお家へお邪魔します。お、いいね、いいね。まあ、ここで魚焼いたりとか温まったりとかしながら作戦会議をね作戦会議をね。まあ、私戦国時代とかあんま詳しくないけんあれなんやけど。はい、左の部屋へ。あ、この音楽いい。めっちゃいい。なんか知らんけど、こういう曲好きなんよね。なんでなんやろ。なんでなんやろ。なんかね、昔っぽいものとかすごい好きなんよね。昭和系かよ。昭和。全然私平成生まれなんやけど。昭和っぽいものとか、昔っぽいものなんかすごい好き。なんか古き良き日本って感じがする。あれかな、小さい頃私おばあちゃん家に住んどったけん、その影響なんかな。時代劇とかめっちゃ見よったし、お芝居とかめっちゃ見に行きよったけんね。全然子供らしくない感じやったけど。はい、そして右側の部屋へ。あ、この部屋でも流れているわ、昭和劇かよ。よきよき。布団もいいよね、なんか。ベッドもいいんやけど、なんとなくこう、布団が。私基本的にさ、まあ、なんかその、気温とかの関係でしかないんやけど、冬場は、ちょ寒すぎてベッドで寝ようんやけど、夏とかになったら布団になるんよね。私ロフトベッドで寝ようんやけどさ、ね、冬場って上の方があったかいけん、ロフトベッド上がって寝ようんやけど、夏場はね、上暑すぎまして、だから下で寝たら結構ひんやりするけん、
下で布団引いて寝よるっていうね。こういうのってさ、魔除けとかなんかな、ああいうお面。あれ自体が怖く見えてしまって。ねえ、ちょっとビビるよね、あったら。はい、そして2階の部屋へ。お、ここでみんな揃ってご飯を食べていくんだね。私はご飯も和食めちゃくちゃ好きです。あ、なんか、もうちょっと低いのを想像しとった。めっちゃ高かった。椅子が。いやー、和食いいよ。私、友達とかと、なんか遊びに行ったりとかして、ご飯行こうってなっても、結構、和食がいいね、みたいなこと言って、定食屋さんに入ったりとかするけんね。はい、そして、地下へ。おー、いい、いい、日本庭園って感じやんね。良きだわ、良きだわ。なんかこういう風にさ、なんか波型になったりとかしとるやん、こういう砂のところ。やっぱこういうところって足跡つけたりしちゃいかんのかな？石の上を歩かなければいけないみたいな。あったりするんかな？こういう日本庭園、眺めるのいいよね。京都とかさ、奈良とか、あの辺ってこういう感じの景色めっちゃいっぱいあるやん。なんか見るのすごい和む。まあ、まだね、なんか10代とか若い頃はね、つまんねーとか思いよったけど、修学旅行でこういう場所に行かされてもね、はぁって感じやったけど、なんかね、年齢を重ねるにつれて、そういうのも楽しいなって思うようになってくるよね。これから戦なんすか。これから戦なんすか、頑張ってくださいね、ちょっと。あ、こっちから帰れんかった。じゃあ、私は、優雅に優雅に。全然、時代が違う感じやけど。ね、さっきのお方とは。なんかすごい村の、これ外がさ、すごい可愛くない？めっちゃ思うんやけどさ。ね、いいよね。かわいおい。なんかここにポツンと、ポツンと生えてるキノコがちょっと気になる。食べたら大きくなるやつやったりして。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちょっと1233人の名前が似すぎて似すぎて把握しきれんかったけど、まあそれぞれね、人的には個性がすごいあったような気がする。うん。